FM 大阪からお送りしているマルシェクク。毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ710万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成する オリジナル記事を紹介していきます今週もニュースピックスの平山さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますおはようございますよろしくお願いしますさて今日オープニングも言ったんですが同僚のお給料についてというのがテーマなんですが、はい、気になりますね同僚のお給料そうですね今日はあのね、同僚、うん、一緒に働いている人のお給料がどういうものなのかっていうのを知るとどうなるのかっていうね、うん、お話ししたいなと思っております、はい で、今ですね。ちょっとあのアメリカで給料を透明化しようっていう動きが一部出ておりまして、まあそれに関連してこういうニュースが出てきているんですけど、まあ、これはあの給料透明化する理由がですね。あの、ジェンダーによる賃金の格差をなくそうというところが目的なんですね。ただ、なんかみんなクリアにしようよ。わけじゃなくて、例えば。なんか 女性の方が給料が低いとかっていう,、ねうね、話もありますけど、はい、そういうのをなくすためにクリアにしてあの求人してくださいとかそういうのをなくしましょうという動きの一環というところの中で動いているということでそういうのがあると。であのかつてですね、まあ、今もかもしれないですけど給料って職場で。 お話するのをご法度というかねいくらもらってるみたいなとかボーナスいくら出たみたいなねはいあるんですけど,けどただ今ですね結構あの若い方なんかは賃金格差を気にしないというか同僚がいくらもらってるとか別に知ったりとか教えたりするのにあんまり抵抗がないとも言われているんですよねじゃあ結構自分の給料ポロって言っちゃってそうですねあ,のあんまりその気にしないってこともあの若い世代では増えてきているとは言われています、は。い 気になるよね今、ねはい、のディレクターと目がいましたけど同僚のお給料が気になるんですよね。まあ今日本でも結構ね透明化されてるスタートアップとかは結構透明化されてあの給料分かるとこもありますし入社段階から給料分かるってのもありますけどね。うんうん、その方がね,あのね何の抵抗もなくもう最初からそうだったら、はい、そういう会社なのかななんて思いますが。そうですね ちなみに平山さんは、はいはい、うちの会社はすべ、えー、て給料が誰がいくらもらってるか分かっている状況ですね、はあ。それは肩書きとかで分かるんですかあそうですねあの普通に社内でこのタイトルの人はこの金額ですっていうのが公開されているのであのそれさえあそのタイトルも分かるのでみんなあこの人はこの人はこのタイトルでこの金額もらってるなっていうのは分かりますね。 すごいですね、はい、なのでみんな知っているはずですねそれはあの急にそういう,うな形に変わったんですか。そうですねあの公開に関しては結構時間をかけてコミュニケーションを取りながらって形ですけどうん、うん、あのここ数年そういう形になってますねじゃあ頑張ったら頑張ってもだけ上がる時もあるし、はい、下がる時もあるそうですね下がる方もいらっしゃると思いますおお<ー>、はい、マイガですね、はい、じゃあその他の 例をいろいろ教えてくださいで、ねはい、であのちょっとあのお話として1990年の話なんですけど、うん、ある朝ちょっとアメリカであのプロホッケーリーグ NHL の全選手の年俸一覧が新聞の一面を飾るっていう事件があったんですね。<ー>でこの時代は今のこう契約更改とこと違って、はい、みんなの給料っていくらか分かんないような時代だったのにうん、うん、この情報が漏洩して、えー、とバーンと出てしまった。れ意図して出したわけじゃないんですよね。そうですねはい、はいで これをちょっと研究されていたコロラド大学の教授の方が、えー、とこのことについて調べてでこの給料がみんな分かったとっいうことで、うん、あの生産性がどうなったのかというところに目をつけて研究されていたんですね。でそれとあの分かったこととして報酬が低い人はやっぱ職場で急に仕事を縄ざりにするようになったと、うん、いうことが分かったと。 こんなにに頑張ってるのなんでだってなっちゃったわけですねおそ、はいはい、らくまあ不当な報酬への反応としてあの例えばディフェンスを犠牲にしてオフェンスに注力するようになったっていうようなことも、うん、見られたということですね。でこれはあのオフェンスで活躍する選手が年俸交渉を優位に進めていることが分かっちゃったので、はい、あ やっぱオフェンスじゃんっていう形になって、<laughs> オベ事故、はい、もうテンス取った方がいいじゃんってなって、うん、なったというところなんですね。で、あのー、そういうことでこう逆に実はこうチームのパフォーマンスは落ちたと、へえ、いうところも出てたと、はい、いうところですね。で、この検証結果って結構ビジネスも適用あのわかるやすいところがあると思うんですけど、例えばホッケー選手がディフェンスじゃなくてオフェンスを優先したように。 例えば営業の方がなんか得意先の方と長期的な環境を良好な環境を作っていくよりも短期的に売上をドーンと上げた方が給料が上がると分かれば皆さんねそちらの方を優先されたりとか例えばですねあと先生でクラスがすごくいいクラスを作るよりもなんか生徒の点数がドーンとみんな上がった方がボーナスがもらえるって分かると多分点数が上がるように頑張ると思うんですよね。っていう形でこういう、あのー こういう結果が分かるとやっぱりマイナスのものを見ずにプラスの方を優先しようっていうのがやはりあの意識が強くなってしまうといいことですよねっていうところがありますとでちなみにあのノルウェーであの納税記録がネットで開示され出したのが2001年に始まったんですけどこれであのカリフォルニア大学のバークレーコーのビジネススクールのエコノミストはノルウェー市民は YouTube で動画を見るよりも他人の収入を探すことに夢中になっていると。<laughs> ウェブででみんんんなな検索しててるるぞっていううことを分かるんだそうなんですよ納税記録が分かって、まあ、昔ね日本もね長者番付とか出てて分かってましたけどある時から、はい、出なくなりましたけどやっぱりあれも公開すると皆さんやっぱり、うん、あの実際見に行ってるんですよねでこのあそこに住んでる方はこれだけ納税してるってことはお金持ちだっていうのは、うんあまあ、の納税金額から分かる、はい、っていうのがあるというので、うん、やっぱり皆さん興味を持つとやっぱり調べたりっていうことになるとで まあ、カリフォルニア州立大学の職員も同じような状況ができていたらしくてですね同僚の給料が公開された途端に<ー>やっぱりあのたちなみにこれ公開されると、うん、高い報酬を得ている人はあんまり影響ないんですよ。うん、まあみんな自分の報酬を知っているのでそれが自分が高い位置にあったと分かるとあんまり何も影響がなくて低いと分かると。 それはちょっっとやっかみもありますね、はい、そうなんで,すよなんでってなるんでしょうね。うで,で仕事への不満が増えたりとか、うん、あと転職を検討する人が増えてきたということで、うん、やっぱりこう分かってしまうと何かしら影響が出るとそりゃそうですね。いうところなんですね。うん、すねなのとであとは NHL の研究をした教授の方が言っていることはあのデータを解析するとやっぱりこうさっき言った通り個人の得点すごく伸びていくらしいんですよ。 みんなオフェンスに近い入れるんでね点数取ろう取ろろううチームの総得点は増えるんですけど、うん、あの勝利への貢献度が下がっていくのでチーム全体のバランスが失われていって<ー>大敗することが増えてきたらしいんです、ね、<laughs> <laughs> どっちかですよね点を入れて、はい。点入れるけど守んないから大量に取られるみたいな感じで,、うん、なんでやっぱ役割ごとの仕事をするのではなくみんな利益の方に向いてしまうと。うんうん というところになってしまうとだただこれかといってじゃあこの報酬が少なかった人たちに意図的に報酬を上げ,上げることをしてもあんまり改善にはならなかったということも分かっているらしくやっぱりあの最適なこととしてはちゃんと各自の役割を明確にして役割ごとに納得のある給料を支払うというのがまあ最適解で で実際に働いてる人も、うん、あの無謀に高い金額を欲しいとは思っていなくてうん、うん、自分の役割とその仕事に対する評価が同じくして適切な給料をもらえることを期待している、ね、難しいよねでもねみんな思いがそれぞれ違うからそうなんですよねこれだけいただけるんですかっていうのはなかなか難しいかな、はい、そうなんですなのでそのねあの プロのスポーツ選手になると、かなり高額の給与をもらいます,、うんすね、けど、あの方たちはもう公開されますからね。そうな,んですよなので、大谷選手が今度43億円ですから、はい、っていうのは、みんな結構納得だと思うんですね。うん、で、他のチームメンバーも納得だと思うんですけど、もっともらっていいんじゃないかなと。例えば、日本で今度、村上選手がホームラン記録と三冠王っていうのを確定しましたけど、そね、おそらく彼よりも多い年俸の方はいっぱいいらっしゃるんですね、うん、来年公開したとしても。うん、ただだ彼もおそらくまだ 1>, 1回の記録だけだったりとか長いこう経験まだ22歳になったりとかそこである程度納得はできると思うんですよね。っていうのでその自分のやった仕事と納得感と他の方との比較っていうのがやっぱりこうバランスをうまく取らないといけないっていことで何でもバランスですそうなんですよねなで公開してもいいんですけど企業としてはしっかりとこうコミュニケーションをうまく取ることが求められるんじゃないかというところですね。 ちょっとだだけ公開していいたたきもありますよねどれぐらいなのかなっていうのこのレンジでもらってるみたいなねそう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 気になりますねそうですね結構皆さん多分お金なのでね結構まあ同僚だけじゃなくてね友人なんかも気になるところだと思うんですよねたまにあの探ってくる人いますよねね結構聞かれますもんそうなんですねでも聞いたら聞かれるから絶対聞かない私はそうですねそう。 そーっとしてます。いろいろありますね、はい。この知ってもいいこともあれば、知らないと幸せなこともあったり。まあ、でもね、平山さんの会社は高価になってる。はい、そうですね。ということなので、まあ、それはそれでいいのかな、はい。はい、声ちっちゃかったです <laughs> さて、このピックマルシェ、音声を YouTube でお楽しみいただけます。マルシェク君のホームページにピックマルシェのバナーがありますので、そこを一度クリックして、過去のオンエアデータも,も YouTube にアップされてますので、ぜひお聞きください。そしてニュースピックスアプリで記事を探す場合は、カタカナでピックマルシェと検索をしてみてください。大量の記事が出てきますよ。動画もチェックしてください。この時間はニュースピックスの平山さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。